停止してるからさ。こんにちは。こんにちは。よかった、どうぞ。はい、いいんですか、いただいてしまって。ありがとうございます。よいしょ。わー、いただきます。なんか ほっぺが上がった、すごく。なんかよかった。ごめんね、昨日来てくれたのに、浅井さん。え？昨日、なんか、のんちゃんとドライブしてた。ドライブは、それは楽しかった。千葉だもんね。海、そうそうそう、海ですか？海じゃなくて、地元にちょっとプラプラドライブしてた。ええ、うん。なんか、地元？地元。のんちゃんの地元ですか？俺の。ああ。石野、どう？なんか浅井さんが住んでた部屋にいたんだね。今日遊びに行ったよ。そう。うん。浅井さん隣の方に引っ越した。そう、私が隣に行った。へえ。いや、あの、うん、もう一人、もう一人住むの？と思ってんだけど。へえ。で、言うとそう言ってんのに行方不明になっちゃった、そいつ。ああ、住む人が。住む予定の人はまた現れると思うけど。ほう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 。で、石野の部屋に一緒に住むの？そう。共同生活できんのかな、石野。無理じゃない。いや、どうかな。あの、うん、有田さんと田中さんとうまくやってたよ。あ、そう、うん、あ、いや、それは路上じゃん。え？それはさ、部屋じゃないじゃん。路上じゃん。同じじゃないか。近距離は同じじゃないかと思う。いや、そうだろう。ほら、配信やってるからね。大丈夫かな。なんかうるせえとかになんないかな。いや、どうやってよ。うん、大丈夫だよ。石野さんと同じぐらいの気配りだから大丈夫だろ。大丈夫。うん、そっか。千葉には何を見てきたんですか？いや、何にも。車でブーンって走って。車？うん。え、車買ったんですか？いや、のんちゃん車持ってるから。あ、のんちゃんの運転で走ったんですか？そう、うん、いや、それはすごいな。車でドライブだ。そう、どう最近？いや、私もなんか車っていうかトラックが欲しいよ。トラック？そう。なんで？昔トラック乗ってたから。え、トラック乗ってたの？そうだよ、トラック乗ってたよ。え、免許持ってんの？いや、あれだ、外にいた時に流しちゃったけど、それ持ってたよ。免許持ってたの？へえ。大型？大型じゃないよ、普通のよ。ほうほうほう。普通の、ずっと2トン車ずっといた、乗った。へえ。そうなんだ。うん、だから、あちこちで行くの大好きだ。車で。うん、え、トラックでどこまで、遠くまでだったら、どこら辺まで行ってたの？いや、北海道にいたからね。北海道？へぇ、浅井さんトラック運転手だったんだ。知らなかったわ。そう、初情報だね。初めて聞いたね。大好きだよ、トラック。へぇ。これってさ、うん、どうやって画面を半分に割ってんですか？いや、画面を半分って、例えばこれこうなってるじゃん。浅井さんの場合こういう感じでしょ。うん、これをここ、うん、これをここにこうやってやるだけ。え、石野が分かるよ。石野に教えてもらえなよ。半分にするはどうしたらいいですかって。そうそう、ブラウザを半分にする方法って。ブラウザを半分にする方法、うん、分かりました。うん、浅井さん、はじめまして。はじめまして、浅井さん、舞さん、はじめまして。浅井さん登場です。登場、浅井さん登場。舞さん、なすび0819さん、8888。ソフト名あったよ。あった、なすびさん。違う。ねえ、のんちゃん。自分は仕事落ちします。また遊びに行きます。ワードワークス、女神。そう、女神。矢野さん。のんちゃんに食べてもらおう。あ、どっかで見た。一個ずつ。矢野さん。俺も食べるから。のんちゃんも食べるなら食べて。お疲れ様です。二つ取って。また来てね。ワードさん、ライトシーン。それがすごいのを手に入れたんだよ。なすびさん。浅井さん、これ一個食べて。え、はい、何？これが美味しいの。麦芽ゼリー。これ、知ってる人手挙げで、麦芽ゼリー。これ、麦芽ってわかる？麦芽ってほら、麦。麦のゼリーの。食べよ。これ美味しいんだよ。これ子供の頃給食で出たの。これ千葉県にしか売ってないの。食べよ。給食？給食。
食べよ。のんちゃんのもんじゃないのこれ。じゃあのんちゃんの分あんの、買ってあるから。これ浅井さんの分、はい、いっぱい買ったの、いっぱい買ったから。はい、浅井さんこれ食べてみて、うん、爆芽ゼリーわかる？浅井さん何者？神様。爆芽ゼリー美味しいんだよこれ、食べてよ。これ野菜だから。のんちゃん食べなよ。のんちゃんの分あるって、大丈夫。のんちゃんも今食べたから大丈夫。今冷蔵庫に入ってるし、食べて食べたい、うん、いただきます。すいませんリスナーさん、うまいんだよこれ、羊羹みたいなゼリーなの。食べてみよう。うん、美味しいよ。チョコレートですか？チョコレートが薄い味なんだよ。美味しくない？うまいな。うまいでしょ。うまいな。これ好きなんだよ。給食で出るのこれ。チョコ、チョコレート。ちょっと薄いチョコレートと麦の味みたいな。美味しいでしょ？美味しい。これはどう？食べ物、浅井さん。食べ物、いい食べ物、悪い食べ物で言ったらこれはどう？悪くない。これいい？悪くない。そう、これ学校の給食で出んの、子供たちが食べんの。そう、ミロと薄くチョコレート味みたいな。あ、ミロだ。ミロ、そうそう、ミロ、爆芽ミロだから。うん、あー、どうもどうも。お水さんどうも。昨日ありがとうございます。すいません、なんか、アイテムいただいて嬉しかったです。今ね、爆芽ゼリーっていう、うまい、うまかった、うまかった、よかった。そうそうそう、これ見つけて小学校ぶりぐらいに食べてんの。市川はないみたい。なんかみんなにも食べさせなきゃね。ねえ、なんかご飯屋やってみんなに食べさせてあげたいよ。ご飯屋、あ、うしのが浅井さんの、あの冷やし中華、すごい美味しかったって。そんなにうまいと思わなかったし。そう。そうだよ。いや、意外とうまいっつって。意外とっていう言い方失礼だけど。そうだよ。だからうまくないんだよ。アクアゼリーじゃない。爆芽。あるものなる。爆芽ゼリーね。爆芽ゼリー。爆芽ゼリー。これ多分千葉県民じゃないと知らないよ。爆芽。太め。爆芽ゼリー。うん。知ってる？茨城県の爆芽ゼリーは出ませんでした。爆芽はミロみたいな味ですか？そう、ミロみたいな味なんだよ。爆芽、うん、うまいんだよこれ。水羊羹みたいな食感、水羊羹みたいな、そう、あ、市川とか東京の方に寄ってくると出ないんだよね。田舎の方、千葉の。あ、給食に出るの。そう、栄養がある。給食か。今は給食ってどんなのが出てる？今三重県在住なんだ。ソフト麺知らない。へえ、あ、そうなんだ。ソフト麺ってあって、え、だからつけ麺みたいな感じで、その給食なんだけどスープが出てくるの、ラーメンみたいな小丼で、でそれをつけて食べる。それでソフト麺ってこう麺、あの焼きそばの袋みたいなのが入ってんのよ、うん、でそれをピーって破いて入れてラーメンみたいにするの。だからそのなんつうの、もう その場で茹でなくてもスープに入れたら麺になるっていう、うん、それがソフト麺ってやつ。浅井さんだよ。浅井さん、ダンカンさん、ああ昨日のダンカンさん、あれ浅井さん、はずだはずだ。あ、今日朝ね、俺が浅井さんの家に行って、浅井さん寝てて、浅井さんが昼来てくれるっていうね、もう ご近所付き合いですよ。バカゼリー給食出てた。あ、出てた、335さん。ねえ、千葉県民。私ももう秋間終わったとこだよ。あ、そうなんだ。仕事終わったとこ。そう、秋間。え、寝てたんじゃないの？うん？寝てたんじゃないんだ、じゃあ。そうだよ。俺が行った時は。秋間やってたんだ。秋間だ。あ、そっかそっか。秋間さっき帰ってきた。うん。今日何時間ぐらい拾ったの？いや、拾ったんじゃないんだ。アパートもらってる、もらってるところが多いけど。いや、だから、1時間で2000円超える。だから、時給2000円超えんの？うん、そう。すげえな。3袋ぐらい1時間で。3、4袋。いや、そうだよ。すげえな。稼ぐね。
体力戦だからおかしいやなんかいやでも同じ仕事すんだから早く終わった方がいいよ。まあそうだよね。浅井さん英語って喋れんの？英語ダメだよ。英語ダメ？俺英語覚えたいなと思ってさっき勉強してた。英語だって英語って子供が覚えるもんで大人が覚えれないんじゃないかと思うけどどうなんだろうね。無理かな。よくわかんない。でも和藤さんなら大丈夫かな、よくわかんないや。英語どうするんですか？外国に行くんですか？外国に行くのもそうだし、こっちにいる外人さんとも英語で喋ってみたいなと思って。あと英語で喋ったらほら見てる人外人さんになるじゃん、インターネットで。いやなんかさ英語さ やってる時間がもったいないんじゃないかな。そう？うん、そうクリエイターだからなんかもっと建設的なことすればいいね英語を勉強するの建設的じゃない？え？いやだってさ、うん、誰か通訳連れてくればいいだけだ。もしくは日本語の要件があれば。だってこの時代さみんな英語喋ってんだもん。ここでその下手な英語出したらまずいじゃん。企画が潰れたな今。え？企画が今一個潰れたな。企画って言うんですか。うん、あ、そういえばトラックでその瓶と空き缶をそのや、集めてる役所の人です。役所の人がトラックの運転手さんで、その女の子がいるんだけれども、うん、和道さんのファンなんだって。え？でそれ本当に言ってんの？言ってるよ。でさ、浅井さんとかでさ名前で言われてて、それでね、うん、ふわっち見てるんでとか言って、それでね、え、何？和道さんの空き缶の収集やってる女の子が浅井さんに話しかけてきたの？いや前からそう顔見知りなんだけれども、でもね和道さんとか言ってるよ。で和道さんからスイカが欲しいんだってもう言ってたの。スイカ？そう、2週間ぐらい前だ。富里のスイカかな。そうなの？なんかそんなこと話してた、うん、そうそうそう、富里のスイカがすごい美味しいっていう。スイカが欲しいって言ったら、それからね、うん、今とそのスイカステッカーが欲しいって言ってたよ。ステッカーね、これがそのステッカー。ステッカーこれ、これシール、これどうすればいいんですか？いや、うん、ねえ、どうすればいい。郵送で送ってるよ。郵送販売やってるよ。郵送販売、うん、郵送販売ね、連絡もらえれば全然。連絡もらえばってここに、ここに？いや、あの携帯電話、LINE、LINE 公開してるから俺。LINE リスナーさん送ってこれるようになってるから。じゃあその LINE かけてくださいって言えばいいですか？いいよ、わかるよ俺のリスナーさんだったら。そう？うん。みんな知ってるもん。あ、そう。うん。浅井さん質問来てるよ。何かな、あのその子の会社に行った方がいいと思う？俺？私もだよ。え、その子の会社に行ったらダメでしょ和道さんのステッカーの買い方はって言いに行くの？いいよ、うん、いいよいいよ、うん、いや、そう、会社に行って協力して資源回収しましょう。あ、まあ、そう、そういいかもしれない。質問、時給2000、この何の話？わかんない。浅井さんって正直な人で好感持てる。チキントトレーダーさん、チキントレーダーさん、トレーダーってどういう意味だかよくわからない。トレーダーってほら株とか FX やる人をトレーダーっていうの。株をやってる人？うん、株か FX、 為替。あ、そう、うん、そうって。じゃあこの人儲かるんだね、株で。いや、わかんない、損するかもしれないよ。いや、なんかそんなこと、もう儲かるような気がして、すごくするよ。そうそう。時給2000円ってその辺の？でもチキントレーダーアイテムくんないけど。稼いでるよ。稼いでないと思う。空き缶ですごいよ。うん。全然アイテムくんないもん。え？いや、おばちゃんさ、昔は10時間やって500円しか稼げなかった。だってみんなそんなようなもんだよ。いや、アイテムくれないイコール俺からしたら稼げてないんだ。え？アイテムをくれないリスナーさんは稼げてない人だよ
だどんだけ稼いでるって言われても、だったらアイテムぐらい。アイテムって何？アイテムって花火とかバーガーとかハートとか。そういうアイテムくれないっていうのは誰が誰にくれないってこの人は言ってるんですか？俺がチキントレーダーさんにアイテム くれないって言ってる。あ、くれないって言ってる。ああ、そうそうそう。ステッカープレゼントしたら浅井さんの知り合いだし、あ、やっぱそう、ありがとう。これがアイテム、風船。こういうアイテムが何種類もあんの。いや、ステッカーさ、私たちは直接渡したらどうですか？そこに来てるんで、うん、風船プレゼントありがとうございます。うん、ありがとうございます。山田さん、なんか疲れてるね。そうだ、秋間疲れてる。秋間疲れた、今日は疲れてる。そう、これから寝るの？いや、寝ないよ。え、全然大丈夫だ。あ、先生は2時間しか寝ないって本当なの？いや、そうだ、そうでもないよ。もうちょっと寝てる。だけど、うん、その空き缶を一日中空き缶やってるとなると、うん、あんまり寝ないな。あ、うん、でも、アサイがイヤホイじゃねえよ。え、アサイがイヤホイ、イヤホイって何？イヤホイって流行ってるの。イヤホイって叫ぶの。イヤホイ。もうでっかい声で、イヤホイって叫ぶの。どういう意味ですか？意味はない。叫ぶのが流行ってるの、ふわっつで。いや、ほーいって。配信してる人が叫ぶんですか？そうそうそう。うん、流行ってる。流行ってる。いや、ほーい。じゃあ、チキントレーダーさんは配信者ですね。うん。あ、ひかいやほーい。いやほーいってどういう意味なのよくわからない。うん。ああ。石野寝てた？石野さん？もう寝てる。いや、起きてるよ、ずっと。何やってんの、あいつ。配信やってる、ずっと。え、やってないよ。今やってないですか？うん、ずっと開けてたよ。あ、そう、うん、やってなくないですの。やってないよ。今やってないですか？うん。やってないね。これって、その、今やってる人が、その、全部出るんですか？出るよ。出る出る、ここに出る。浅井さんもやったら浅井さんの顔出るよ、ここに。あ、そこに出てるんですか？出てる出てる。へえ、うん。俺はここに出てるでしょ、俺の顔。和道って。へえ。浅井さん、俺も光見えるようになりたいんだけど、どうしたらいいの？あ、光？うん、あ、光って。いいね。光が見えるようになりたい、俺も。浅井さんみたいに。どうしたらいい？いや、だからその光が見えると方向っていうのがあるでしょ。そこまで行けば光が見えました。そしたら今は一番対極にいるから光が一番見えづらいところにいるよ。俺これはね、光が見えるにはどうしたらいいか言えばいいですか？うん、じゃあ、俺も見えるようになるの？いや、だってじゃあでも万人に見える。あ、そうなんだ。だってそういうのに強いんじゃないですか。そういうの、そういう、光が、目にと感覚に映るような感じ、すごい強いと思う。俺？なんで逆なんだろうね。それはね、ね、それは毎日見えるの？見たいと思ったら光は。光？うん。いや、だから光っていうのは、その間、その。光に なってるんだよ。自分が？え？自分が？そう、どうせ、人は吸収されてる、全部光。俺が光になるにはどうしたらいいの？光になるには、よくわかんねえな。浅井さんはいつから惹かれるようになったの？何歳か。いや、光ってこの10日ぐらい前に光になったの。え？で、光を見たのは40年前だ。で、それからずっと光、
それでも体が悪かったから、光がその出るその状況を整ったけれども、でも体の悪さに出ないから、でトレーニング。で、これ、体が良くなった。光が出て、ね。10日前に出るようになった。そうだよ。やっただよ。それはね。40年前から光は見えてたけど、10日前に長谷さん光出したの？いや、光が出るさ、体になった。出る人間になった。結構最近の話だったんだ。そう、10日前。すげえ嬉しかったよ、わち。だってもう私、人生の目標だよ、光になるっていうのは。え、それ何、寝てる？自分はさ、このちょっと光の色が違う。あるのもないね。え、何、ピカーって光ったの、長谷さん。え？光になるの。どうピカーってなるの。どういうこと、光。寝てるとき？いや、だからその、和藤さんは体がいいから、だから光が見た瞬間ってのは光ると思うよ。バーって。それ太陽の光とかなの？電球の光とかなの？光っていうの。和藤さんは体がいいから、太陽の光よりもちょっと強めの光が見える。うん。太陽より強いの？そうですね。そう、一面全部光。俺が子供の頃、光見えてたことがあるの。光とは違うかもしれないけど。そう、それ見えてた。そう。いや、説明させてよ。それだよ。それ光見えてた。俺今でも見えるよ、それだったら。集中すれば。今見てみていい？え？俺今光見てみるから。はい。チェックしてもらっていい？はい、どうぞ。練習、行くよ。本気でやるよ。はい、いいですよ、はい。画面がよくて。ああ、危ない。行くよ。ちょっと待ってて。なんで？行くよ。え？いや、集中したいから。はい。あ、もう見えてるよ。ここにあるよ。そう、私もそう思った。そこ、うん、このぐらいで、このぐらいで光が見える。ここら辺ね、ここら辺。そこら辺の光が見えてるよ。そう、うん、これでしょ？これが浅井さんの言う光なの？いや、それはね、その、で、色とかも変わったりするんだよ。今日白だったけど。それはこれのことを言ってんの？違う、それじゃないんだ。それじゃなくて、それは、政治の光で、この世の中の一般的な光。うん、で、そうじゃないや、光って。何か知りたいんだよ。え？浅井さんが見えてる光を俺も見たい。どこに行ったら見れるの？どこに行ったら？うん。どこでもいいの？場所は関係ないの？いや、この前は配信でやだ、神になってしまいましたと入ってきたよ。それで光が見えてるの分かってます。見れば。リスナーさんがこの人光見えてるって分かるの？いや、それ、配信始めてからその光になったっていう話を聞いた。これ喋ってみて。俺は光見えてないの？どうなの？いや、だからその右足がこうねじれてるか、右足をこういう風にねじってして、のんちゃんが 100m 以上離れれば光が出るよ。のんちゃん離れないと光出ないの？こうだから、一応今ねじり方を発見するから、ちょっと待って、うん、それじゃあねじれてないんで、のんちゃんはなんで離れないとダメなの？ 100m 以上。だからねじった状態で固定しなきゃならないんだよ。だからそう難しい。ちょっと待って、ねじった状態で固定するんだから、この辺がぶっ壊れてんだ。この辺がで、これがもっと上がれば、ぶっ
壊れてるって何？これがもうちょっと上がれば、だから胸がへこんでる、ここが。ここ。ん？これがもうちょっと。こう。こう上がればいいんだ。ここ。あ、そうだね。うん、じゃあこれで、ね、これまっすぐ。でこの状態が正しい状態で、その状態で固定されるように、うん、筋肉系を直せばいい。だからそんなに胸張るの？え？だから普段からこんな胸張っていけんの？多分この辺のトレーニングと、それからこれじゃない、うん、その背中がすごい痛いよ。懸垂だ、うん、背中痛いよこれ。え？いや、こんなに胸張ったら大変だよ。こうやってたらだから、そう、背筋とこう横じゃない？横のこの辺の筋肉が足りないんだよ。そうそうそう、あと背中がすごい痛い。足りないから、そこの筋肉を強化すれば、うん、あの光が見えるようになります。こうやってずっと生きれるの？俺こうやってればずっと光見えるの？のんちゃんは 100m 以上離れない。なんでのんちゃんは 100m 以上離れないといけないの？意味が分かんないんだけど。光っていうのは、あと総量があるんで、減ると見えない。減ると見えない。で、どっから出てるの？減るっていうか、どっから出てるんですか？心。心。あ、じゃあ一人一人の人間から光が出てる。深い。心。だからその。人間を心とするその和道さんにとってはそうだけれども、うん、リスナーさんにとってはその光の出どころはお父さんお母さん。だから、要するに光はその何はなくても幸せっていうことじゃないんだ。光って、うんと、え、それは、じゃあ浅井さん質問変えるね。人生の目標、そして幸せだ。で、そして、それは生きてきたその目標だ。生きてきた目標、それが達成されると生きてきた目標が達成される。で、それでさらに、それから俺の光見えてるの？浅井さんは光だから光が見えるかどうか。光って光自体を否定する感じはやめてよ。光ってそれ浅井さんがずっと言ってることだからじゃあ俺の心はあるわけでしょ。心が見えるかどうか。違う俺の心が光ってるとするなら、浅井さんは俺の光は見えるの？って俺の心が見えるの？って聞いたの。いや、心の光は見えるから、その私の心の光はその弱いから、和道さんの近くに来ると増強する。色とかあるの？俺の光は。心の光の色について言えばいいですか？教えてください。
とリスナーさんという時には黄色い光になっていて、それは素晴らしい、あのいい色、そうです、心の光になってます。ああ、よかった、はい、黄色なんだ。はい、のんちゃんと2人でいる時は、リスナーさんといない時、これが消えてる時ですね。消えて、それでのんちゃんという時、そう、ちょっと想像しにくいな、これがないっていうのは。これがいつもついてるからちょっとじゃあこれ消すね。こういう時はのんちゃんと2人でこうやってやってる時は、何を言えばいいんですか。光の色ですか。色です。そののんちゃんの光はそのさっきと同じ色してる、黄色い色、黄色なんだ、うん、あんま変わんないんだ、配信しても。いや、だからのんちゃんの光、あ、のんちゃんの光は黄色なんだ、はい、ほうほうほう。俺の光は、だからそののんちゃんの光に手足がくっついてるようなもんだ、和藤さんののんちゃんの黄色い光に俺の手と足が生えてんの、こうやって。そうですね、もう化け物じゃん、それめちゃくちゃだよ、うん、光が何なのか分かんないから質問してんだよ。これ人の心なんでしょ。で 光っていうのは何かっていうことですか。うん、じゃあ質問、光光人生、説明がないんだけどって、説得力がないんだけど、なん光って何なのって言われてる、まあ、光が分かんない人がいるんだよ。光っていうのは一個の人生で、そしてそのが他の人に取られてないっていうか、侵害されてない、侵略さ、なんていうのと、一個の光でその どっからも食われてない一個の光で、それが光ってない人もいるの。で、この前さっき和藤さんが言ったここの光は加熱もと見える光。ん？な、何の光？え？加熱もと？加熱もと言ったから、有料、うんと、有料？有料の光？と有力者に金を積むと見える光で、ただそれだけの話。有力者に金を子供の頃から見えた光なんだけど、俺それ。だからそのお父さん、うん、お母さん、有力者が有力者に金を積むからって見える光。うん、有力者に金を積むと見える光だ。うんと、そのさっきの光は、でこの光は一個の人生として完成された光、うん、で、その光が、うん、見えて光が出せるということは、うん、一番人を健康にできる、二番人の意識を全く正しい方向に向けることができる、うん、あと何か大丈夫、うん、ちょっと分かんない、ちょっと分かんなかった、どこが分かんないか教えてください。いや、俺は光、浅井さんが見てる光見たいの、俺も一緒に。あ、
質問来てるよ。生き様で光の色は変化するんですか。生きる姿勢ですか、生き様って。生き様って生き方っていうのかな。どう生きてるかみたいな。人をいじめたら光は止まります。で、光の色ですけれども、人をいじめたら今の和道さんのような色だから、ゴミくずに光は、だから光の色は変化しますから、光の色、本当は俺ディスられたって。え、何、俺、何、俺いじめてないよ、誰も。人をいじめるとだったっけ、うんと、光の色で、今のマドさんの言うとだったんだ、うんと、ちょっと俺誰かいじめてるってこと。誰をいじめてるか、じゃ誰をいじめてるかじゃなくて、誰かいじめてるかっていうことですか。そういうこと聞いてるんじゃなくて、何、人をいじめてると和道さんみたいになりますって何それ。いや、和道さん色、色って何。和道さん俺黄色じゃん。え、さっき黄色って言ってたじゃん。黄色は良くないってこと。いやのんちゃんの色は黄色だったんだ。俺は何色なの。うんと、カビの色。カビ？緑色のカビの色。怒るよ。え？何が怒って？緑色の人の光の色。だって何色ですかって聞いたら言わないと思ってたんだけど、言っちゃったじゃない。何、誘導、カビ、誘導尋問だもん。誘導尋問じゃねえわ。誘導尋問じゃないでしょ。言わないと思ってたの。俺カビの色なの。俺のオーラ。俺のオーラカビの色なの。そうですね、カビの色です。そうか。うん、もう俺から、俺はリスナーさんの質問に答えてあげて、俺はもういいやん。俺はもうなんか聞くことはないよ。カビ、和道さん、カビ、カビ、カビってみんな言ってる。あなたが言わせたんだよ。いいよいいよ、質問に答えて。俺心折れたわ。カビってなんだよ。いや、だからさっきのあの人生の色で、いや、何を答え、赤カビ、青カビ、黒いカビ。いや、緑色のカビだよ。あの、お餅についてる緑色のカビ。だってその時代の、今の時代の色なの。あの餅のカビ色は今の時代の色で、その時代の色をしてるっていうことです。だから、その時代の色っていうことは、時代にとっては正しい人間。和道をいじめると何色に光るの。白光色です。ね、え、何、白光色。そう、和道をいじめると何色に光るの。白光色って何。白光色っていうのは、うん、あの白ひ、うんと、黄色が真っ白に光ったような色。なんで俺のこといじめると綺麗に光るの。
なんで普段カビ色なのに俺いじめられたらピッカピカに光るの？おかしいだろ。いや、だって今の質問は、いや和道さ、和道をいじめると何色光るの？た白光色。誰が緑のカビですか？そういう人はいません。浅井さん見る目がある。五色？光の三原色？五色ってそう本当に。欲望の色は何色かっていうことですか？うん、欲望の。うん、今ね、その神社のさ、赤いその赤っぽい神社があるでしょ、うん、あれ本当は朱色に塗らなきゃなんないんだけれども、はい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 、それ血の色に今みんなどこですか？わかるわかるわかる、そう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 、そうもっとね、あのお椀のさ、木の漆みたいなさ、綺麗な朱色なんだよね、そう、そう、そう真っ赤に塗るよね、そう、あれ欲望の色、はあ、俺のテーマカラーなんだけど、どれが色？赤いバッグとか赤の革ジャンとか髪の毛の赤とか。いやだからいや配信の商売やってるからそれで固めてんだよ。ああ、まあそうだよ、ね、欲望の塊だ。うん、いや朱色。カビはサメさん、うん、カビはサメさんですか？そうですね、カビはサメさんです。生まれつきいじめキャラだから、いじめキャラ、そう、いじめキャラはカビ色、朱色、そう、朱色は神社の朱色、朱色っていうのはあれだ、その強調じゃない、力とそれから何の色だ、朱色、さっき何の話だったっけ、あ、朱色、あ、さあ欲望の色だ、朱色は何の色かな、朱色っていうのは地域性だから朱色、魂が朱色で、心が白光色だ、でその魂によって朱色の魂で人は人と仲良くなる、欲望、まあ欲望見て正しいじゃん。浅井さん愛してるよ、いつまでもみんなのマドンナですね。パイセンのテーマカラーはオレンジ。パイセンのテーマカラーわからない。すいません。浅井さんは何色ですか？何色か。いや、なんかこう光ってるね、光、これが、これ自分だなと思う。カビは野田さんの中、よくわかんない。西野って何ですか？石野のことだ。石野さん、うん、石野さん何色かって、うん、
うん、透明の中にあの、その赤い血色があると点々とかけらが浮いてるようなそんな感じがする。うん、ちっちゃいかけらが浮いてるの。ちっちゃいかけらが浮いてる。うん、どんだけ色の話やね。じゃあ悪党ですね、浅井さん犯されないように。群青色、あ、アイテムありがとうございます。バカありがとう。群青色は何の色かですか。群青色、うん、透明に赤い血が、うん、群青色っていうのは、うんと、バカありがとうございます。強調の色だ。強調してる人は群青色。うん、血のかけらエンドカビ。それは血のかけらエンドカビって、あの、その石野さんと和道さんですか。あのさ、人のことをカビって言うのどうかと思うよ、俺。汗さだだだじゃなくて、何カビって。いや、最初に言わないでおこうと思ったらさ、カビって絶対いい色じゃないでしょ。本当のことを教えて。カビってどんな色なの。本当のことを教えて。カビは何の色。そう、カビってどういう意味とか、どんな人間なのか、本当のこと言って。俺じゃ聞かないでいるから。カビはリスナーさんに説明しやがって。カビって、カビ、俺聞かないでいるよ。カビは何の色か。浅井さん終わったら膝叩いてね。わかんないよ。カビは何の色かな。カビって、カビは、いや、リスナーさんにわかるようにいいんですよ。カビ、わかるようにだから。他人に感覚があるっていうことがわからない証拠。なんで笑う。すげえな、本当に。カビは根が深くてたくましい。ああ、そう、まさしくそうですね。あの、深く使うさ。キノコの一種。キノコ。ま、なんか説得力ある。俺の光はカビ色だもん。きっとね、光だな。他人に感覚があるかわからないでしょ。他人に、要は俺が他人に、他の人の感覚があるかどうかを分かってない色なんだって。俺が他人の心とか感覚を察することができない色なんだって。アスペ色なんだよ。カビ色はアスペなんだよ。餅につくやつでしょ。そう、餅につく。こんにちは。なんか楽しそうですね。彼女、苔は光るのがあるけどカビは光らない。カビ、いや、だからそのカビだらけになって、そして体は炎症だらけになって、そして死亡だ。死ぬの俺。いや、だからカビが
カビが増えたら死ぬの。ちょっとこれで困ったな。いや困ってたんじゃなくて今殺そうとしてるよね。違う違う、カビが増えたら死ぬとは言ってないよ。んカビが死、カビがカビが増えたら死ぬんでしょ俺。え、カビが増えて炎症は増えたな。うん。カビ、カビは根強く一気に広がる。バカありがとうございます。だからそのカビを広げるほど良い政治ということになるね。カビ色アスペ、アスペわからない。子守歌お願いします。和藤さんの眠りに。水虫はカビの一種です。水虫って今度水虫だ。カビ、これで説明終わったでしょうか。何か言うことありますか。いや、もう何もないです、言うことは、うん、何もないです。僕の光はカビ色だっていうことが聞けてよかった。光は変わるの変わるんでしょ。なんかこうだからそれを何をもって白光色に変えるか。いやだからその、リスナーさんに入って返事してたらそれが白光色に変わるんだから、だから、やっぱりこっちの方だと思いますが、うん、いやカビでカビのまんまでいいや俺はい、カビのままってそれやった。いやだからその今その時代の流れだからしょうがない。だけどさ、うん、今おばちゃんが光になったから、だからそのその おばちゃん、石野さんが 何か楽器弾けばそのカビ色も全部白光色にできるような気がするんですけど、うん、石野がピアノ弾いたら全部光るんだ、綺麗な光。いやどうかな、ピアノ、石野さんが家に帰ってその家の中でピアノ弾いたら弾かると思いますよ。実家でピアノ弾くんだ石野が。そうですね、そうしたら、うん、俺コケルはみんな俺も光るの。ピアコシブレンド俺も光るの。石野が家に帰って弾いた俺も白光色。でもでそうエネルギーっていうのは、ね、そう止まらないと白光色一時になるじゃないですか、うん、だからまたカビ色に戻るから、だからそう止めなきゃならない、うん、止めるっていうのは現状のところ伊藤さんがピアノ弾いてるのかって聞いてるでしょ、うん、私がえーってやればそれ止まるかもしれないな白光色にずっと止まってるかもしれない。伊藤さんがピアノしたら浅井さん何をやるの。いや気合い入れれば止まるよ。そう白光色に止まって、まあ、カビ色に戻らないいや石野は実家に行ってピアノ弾き始めて光り始めるでしょ白光色に、うん、でそれがもその状態維持するために浅井さんビャーってやるの。そうですねで戻っちゃうもん。で俺はカビ色なの、それを見てて。いやだからうんとさ、うん、うんとその白光色に、ね、私が気合い入れたらそれになった白光色にそのままと。いやそれ石野の話だ。俺は俺は何色なのその時。あなたはどうやって人を白光色にできますか。カビ色の人それでいいですか。うん、じゃあ石野の話だそれは。
俺が光るにはどうする。いや、ちょっと待って、分かった、浅井さん。差し当たって、あの、こうすればいいですよ。あの、いや、浅井さんね。出口さんにそう言いたい放題喋る。で、こう、そうすると、差し当たって光るけど。いやね、変わらないなら変わらないって一言言ってくれればいいの。変わらない。いや、だから、変わんない。それ時代だから。うん、でも時代の流れさ、うんと、その、うん、私は未来を作ったんだから、だから変わらないとは言えないじゃない。だから今は変える、うん、今は変える方法を言うんだから。うん、だから一つは、その歴史さんのその、うん、うんとに言いたい放題ここで喋るって、そう、これに向かって喋ると、そうすると、歴史はもういいな、彼女ができたので、それな、言いたい放題になってないんだ。でそれで、それはカビの喋ってる言葉で、それで大丈夫だ、カビが喋ってる言葉って失礼だから、それじゃあどうしたらいいでしょうか。でそれ、じゃあそうしたら、その言いたい放題言うのは同じことだから、なげえな。誰かカビだ。いいよ、もうカビ、あの、メロディー、あの、で、ネピさんが作ったメロディーで、うん、あなたが、あの、歌って踊る。その歌詞はあなたが作る。これで、世界中の、その、カビは退治できます。世界中のカビの話はいいよ。うん。世界中のカビの話だよ。俺はカビが嫌だ。まあ、いいや。いや、それで正解だよ。あ、だからそのレクシさんが作ったメロディーに乗せて、その歌詞を作って、その踊ればいいです。俺が歌いながら踊るの、はい、そうですね、うん、そうすると、うん、ピッカピカに光る。そうですね。世界中のカビを全部退治できます。世界中のカビが退治できる、そんなパワーあるの俺。そうですね。カビでいいや。カビでいいや、俺。いや、でもね。うん、いや、いいもん、カビで生きてくわ、亜生さん。その、未来っていうのは引っ張る力がある。だからね、今その未来がその、ワドさんを引っ張ったんで、色が変わったじゃないですか。何色になったの？うん、と一応白光色だけど、そのところどころに点々とカビ色が見える。うん、明日大量のカビキラーが送られてきます。うん、OK、 カビは OK、 分かった、浅井さん。光って不景な。光光の話をずっとしてるんでしょうか。光光じゃなくて光の話をずっとしてるんでしょ。光っていうのは、うん、あの心の、うん、光っていうのは心の人生と、で、それで、人生を完成したっていう証拠です。だから、その、そう、カビ色の人も、うんってやれば、それ、あの、うん、人生を完成できます。うん、光っていう光、そう、光
まだセミ生きてたね。いやだからそのこういうその何でもこの音セミの音ならセミの音。この音がその光に変換されれば、これはあのそういうカビではなくなりますが、うん、いやだからもうなんかフォローする感じになってるじゃん、浅井さんも。え？何をフォローするの？自分なんかもうそのカビをフォローしていくっていうか、なんカビをフォローする？なんかもうカビの面倒見？そう。カビのカビのなんか面倒見てるみたいになってるよ、あつめさん。いや、おばちゃんカビの面倒は見たくないけど。カビの面倒は見たくない？いやだからその、うん、カビの面倒は見たくない。うん、いやカビの面倒を見るとカビ色になる。関わりたくないんじゃん。え？え？いやだからカビ光は人生を完成させたらもう終焉か。あ、それであれだ。カビ、それでカビ色が取れればいいけれども、でも、光？いや、今ちょっとだけそれ光が光ったよ。のんちゃんの光。俺じゃないの。黄色くなった。本当にそう、本当にそうだ。黄色はどんな光か。黄色は、自分だけ満足していて絶対人にと何にも言ってほしくない光。あんまいい光じゃない。あ、でもよくわかんないけれども、あの歌謡曲って黄色い光で歌うのが一番流行るんじゃないかと思うけど。おバドさんが歌書いてるとレフさんが曲書いて、そしてのんちゃんが歌えば早いかもしれない。オッケー、分かったわ。あ、共感覚なんだろうね。多分そうだと思うよ。クソカスカウス、そうだと思う。共感覚だよ。共感覚？共感覚ってどういう意味ですか？いや、音を光に見えたりとか、文字を光に。そう、音を光にするだよ。そう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 。なんか共感覚持ってんだと思うよ、浅井さん。音を光にする。これっていや、音を光にできるような気がするけど、なんか音を、それ、本を光にしますか？なんか音出てないですか？音？あなたの声を光にしますか？ちょっとなんか言っててください。光にするから。これ配信届くかどうかわかんない。ここでは光になってる。だからその。音を光にするって心と感情を揃えることです。だからその未来はその心と感情が揃ってるんで、それでそのエネルギーっていうのはその
その自動で湧き上がる石油じゃなくてその自動に湧き上がるエネルギーに切り替わります。心と感情が揃ってる、これが未来のそのエネルギー模様です。あ、うんと自分の力で光らしてるよすごいな、光ってた、おい自分の力で光らした。何色、あのその声を光に、うん、和道さんは何色にしたかっていうことですか、うん、いや本当の色を言って、嘘をつかないで。いや本当、本当はあの今はこんな光だと、このぐらいの光だと思いますよ。本当はあの外の色、あの外の色にしなきゃね。赤土色。赤土色って、うんと、あの、レンガの色ですか？赤土色、特に何も思い浮かばない。いや光であるっていうのはその独立した人間の証拠で、そして どんなことがあっても人を搾取しない安全な人間の証拠だから、だから安全な人間だから、うん、未来の社会はその光でなければ病気っていうことになると思いますが、なんだこの配信は、ドラえもん、いやいや、やっぱりこのあの、うん、光になって健康になるっていうことはその人生の重要な目的だと思いますが、うん、あのでそれはその現状ではアホみたいだけども、であの未来では必ず一般的になります。うんと、だから、現状ではその光になるということは、その会社員はやってられない。だからあの、まあ、あの自衛ならなんとかいけるかもしれないけれども、光になるということは、あの
その社会の壁は強くなるけれども、その未来の担い手として浅井さん宗教大嫌いだよ。亀尾さん宗教嫌いでしょ。未来、そう、2000人ぐらいの人が光になればたちまち未来になります。浅井さん宗教嫌い。宗教、浅井さん自分の信じてる宗教とか、島名子、島名子で進めてきそうなイメージ。宗教、浅井さん自分の信じてる宗教とか、血まなこで進めてきそうなイメージ。宗教っていうのは浅井さん宗教嫌い。人をいよいよって、浅井さん自分の信じる宗教とか血まなこで進めてきそうな夢で、宗教は人をその血色にしてそれを吸収すると。でそれで宗教はその宗教団体の宗教の拡大を狙いますけれども、おばちゃんはその地色を吸収じゃなくて地色を白光にします。その宗教はカビ色であってはいけない、地色でありなさいということで、地色を吸収して、そして白光色を作ると、これが宗教。で金箔色の色、黄金色の色、黄金色って仏様の色ですか。黄金色黄金色はどういうふうに判定するの。いや、仏様が黄金色をしてるのは、地色の人を吸収してるのは黄金色だということにすると、みんな集まるから。だから、仏像は黄金色に塗られてます。塗られてるけれども、ちょっとこれは、地色の人はみんな豊かに暮らせるんじゃないかなと、宗教に放り込まれると。和道さん、こんにちは、こんにちは。もう一回、黄色の意味を教えてください。黄色？黄色ってな、何も言ってほしくない。私は完全にこれでいいですか。で、その木で、それで世の中の人は何色だって構いませんね。さらには黄色の人はカビ色だろうが、血色だろうが構わないと。な、だからその、何の話をすればいいんですか。和道は緑色なの。あたさん、ごめん、俺今日もう、はい、じゃあ疲れたわ。今度にしよう。寝るわ。この次、またその1、1時間44分の電話をかけてきた。で、何一つ分かってないな。で、スプリングインター AT さんが、コメントしました。よし、じゃあ。ありがとう。いえ。また今度話そう。
そうですね、あの、うん、光の息について話そうと思います。光の息、光はもういいや、俺もう光いいや、俺もう光いいや。人類をどうやって光にするか話します。あ、もういい、もう光はいい。光怖い。じゃあ人類をどうやって脅して光にするかについて話しましょう。光の話なの。では、三つ矢その話でどうも、うん。ありがとうね。あ、踏んでる踏んでる。いいよいいよいいよ、そのままそのまま。うん。のんちゃん、ありがとうございました。ごちそうさまでした。とんでもないです。ありがとうね。また遊びに来て。おさえさん、はい、また遊びに来て。はい、うん。おやすみ。今度はどうやって人流を落としてみたい。人流人類を落として人類落として光光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 光じゃあ皆さんお疲れ様です。おやすみなさい。今日は寝ます。お疲れ様でした。アイテムたくさんありがとう。数合わせありがとう。お疲れ様。今日も一日ありがとうございました。楽しかったです。皆さん、フォローよろしくお願いします。お疲れ様。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんだよもう。